もう一歩。きょー気持ちいい。対猫戦も速攻決めるぞ。あの猫間と試合、練習試合なんだ。今の代のカラスノと猫間に何か因縁があるわけじゃない。思い出は帰らず。何してる。またコーチの話かよ。俺は今でもプレーするのが好きなんだ。コーチなんてやったらムズムズしそうで嫌だ。何か嫌な思い出でも。その逆だ。あそこには青春が詰まっている。あの場所のあの時間にしかない空気みたいな。だから戻りたくない。猫間高校が来るとしても。なんで今。鵜飼監督と親交の深かった。最近復帰されたそうです。おい、煽ってんのかてめえ。すいません、すいません。俺が乗っかると思ってんのか。練習何時からだ。おら、あの猫間が来るっつうのにみっともない後輩見せてたまるか。母ちゃん、手番頼む。よし。お疲れ様。紹介します。今日からコーチをお願いする鵜飼くんです。コーチ。猫間との試合までだからな。でも坂の下商店の兄ちゃんだよな。本当にコーチ。あの鵜飼監督のお孫さんです。時間ねえんだ、さっさとやるぞ。お前らがどんな感じが見てえから。6時半からゲームな。え、相手カラスの町内会チームだ。チーム町内会誕生。よし、そろそろ始めるぞ。なんだお前、どうした。あ、すみません、そいつはちょっと。なんだ、訳ありか。そういうわけじゃないんですが。あ、朝日さんだ。朝日さん。なんだ、遅刻か。舐めてんのか。ポジションどこだ。ウィングスパイカー。人足んねえんだ、さっさと入ってアップ取れ。朝日さん来たな。な、とりあえずな。おやすみ。おい、いい感じ、いい感じ。ナイストス。ありがとうございます。よっしゃ。俺の仕事はただひたすら繋ぐこと。ネットイン。ロン毛の兄ちゃん、ラスト頼む。止めんぞ。命令しないでくんな。きっとエースが決めてくれる。壁に跳ね返されたボールも俺が繋いでみせるから、トスを呼んでくれ。エース、カモン。オーライ。誰にあげる。すごー。もう一本打ち切ってこそ。よし。すごい音。ナイス朝日。西野も。あれが、あれがエース。ビビってんじゃねえぞ。ビビってねえよ。次は俺の番だ。こっちのセッターは確か1年。こっから誰を使う。あ、すげえじゃねえか。しょうよ。なんだなんだ、うっかり見入っちゃったぞ。おい、今なんでそこに飛んでた。チンチクリン。チン、どこにいてもトスが来るから。なんだお前ら、変人か。変人。あの一年セッターはまあ天才ってやつなんだろうな。トスとスパイクの一瞬の呼吸、そりゃたくさんの練習と積み重ねた時間があるからできる。おらい、いいじゃねえか今のカラスの。ギリ、もっと早く言えよ先生。何回も言いましたよ。ナイスナイスレシーブ。すごい。お前、ブロックの時手の出し方が悪い。褒めるつもりならこう。聞いてんのか。こうだ。次も頼むぞ。おい。エースすっげえな。あんな風にぶち抜けるなら関係ないもんな。カバン、前前。あんな風な身長とか。いやいや、小さな巨人は小さいけどすごかったんだ。ひなだ。生きてた。どう考えてもボケっとしてたこいつが悪いでしょ。かわしきれなかっただけで大したことは。何ボケっとしてた試合中に。お頭部にサーブぶつけた時の感じだ。俺は知ってるぞ、自分にアズマネさんみたいなタッパとパワーがあるエースになれるのに。試合中に余計なこと考えてんじゃねえよ。もともとでっかいお前になんか絶対わかんないんだよ。次こいつにトスあげるんで全力でブロックしてください。挑発か。はい、
挑発です。舐めた真似してすみません。ちょっとジャンプ力があって素早いだけの下手くそだ。大黒柱のエースになんかなれねえ。俺がいればお前は最強だ。え、ブロックでかい。かわせ。それ以外にできることあんのかボケ。俺がいれば最強だ。お前はエースじゃないけど、そのスピードとバネとどんなブロックとだって勝負できる。お前は誰よりもたくさんの得点を叩き出して、お前のおとりのおかげで自由になるね。おう、お前のおとりがあるのとないのとじゃ。それでもお前は今の自分の役割がカッコ悪いと思うのか。思わない。ああ、思わない。よし。すみませんでした。試合の続きお願いします。ジャンプフローター、ひなた。おい。見たか山口、そっち得点気にいただきます。捉えた。どうもご無沙汰してます。ナイスにしろよアサヒ。くっそー、すまんひなた。けどすげーぜ。次も頼むぜ。おっ、とにかくそれができなきゃ始まんねー。明日からみっちりやるからな。おっ、おお、ストレッチサボんなよ。ストレッチ、片付け急げよ。じゃあ一発締めてとっとと上がれ。カラスのファイ。おー